ほら、ほら、1000万、1700万だ。これ、ほら、こちら。ほら、言ったろ。1700、やばい、来た、来た、来た、やばい。宮城では結構予想会とかをしてもらって結構うどうですね、なんか大村さんのね出張のやつからね、はい、出た時から割と毎月ね来させてもらって、はい、本当にいつもありがとうございます、ね、場内のお客さんに結構馴染みも、はい、そうですね出てきた曽根さんですが、ありがたいですね、 YouTube まで来ていただいて、 YouTube まで来ていただいて、いや楽しみだな、ギャラがいくらなのそこなんだ、楽しみだな、言いにくいことは動画内で言うスタイルで、ね、そう基本的にねありがたいことにね、あのお洋服まで一緒にしていただいて、いや俺びっくり、ちょっと色がね、かぶってたってことね昨日は大村さんでやらせてもらって、今日はね、またママさんのって、これ6色あるんですよ、そうなんですか、5色持ってます、お似合いですね、ありがとうございます、いやいや、そんな一応お似合いですよ、そんなこと言っても、本当に熱血で指導してもらえる、やばいっすよ、あの、夏まで返さない、いや怖い、ちょっと待って、まあ、宮城さんというとね、全12章ね、はい、発売されている中から琵琶湖を選んでみました。おなんでちょっとこのレースをね、女子レース、はいはいはい、自分でやることないんです、むしろ逃げてきてました。それなんでなの、なんか、うん、その女子のレース、うん、体重が軽いから直線伸びたりとか、ね、うん、あのターンが、うん、そのなんかバーッと大きく回ったりとか、うん、逆に予想しにくいんじゃないかなってことは、あまり女子戦は触ってなかったってことは、ある意味、まあこれ、まあ僕はね、ピーちゃんのファンの人にね言わせようと思う、つまり男好きってことでいいんですよ、まあ、だまあ端的に言うと、逆の言葉で言うと、まあ男子選手のレースが、そうですね、あの男好きです、男好きで、ありがとうございます、いただきましたよ、ね、ファンの、ね、これ熱血船剣塾だったよね、これそうですね、これ時間帯をちょっと間違えたそういうところでちょっとね、琵琶湖のレースをねしていこうと思うんですけど、ピー、はい、ちゃんが考えた目に対してちょっと、うんうん、ね、アドバイスを、うん、そうそうそう、どういうとこから見ていこうかな、ね、まあでもやっぱりランク的なのもありますよ ね、 すね、 A2、1号と2号、そっかそっか、この2人が A2 クラスと、はい、A2 の人は直前 の、 あのスタート展示、はい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 、スタートの切り方とか、ここで言うと1位と6がね、そうですね、いい感じですよね、うん、僕ね、大橋さんはね、うん、カラツ、ね、デビュー戦も一緒だったんですよ、久しぶりに佐賀県から女子選手が出たってことかなり覚えてますよ、決まり手とか見ちゃうんですけど、うん、はい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 、メチゴテの方の逃げ率、うん、75%、あ、高いですね、はい、誰が相手でもね、それだけ勝つよってなると、やっぱり内頭が硬くなるのかなっていう、はい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 、でも2号艇の日高さんの差し率が 12%、 これね、そう、しかもね、日高さんは、ね、女子戦に限るとの最近はね、うん、2コースこの半年かね、3回に1回以上頭なんですよ、すごいってなるとまたこう17回走って女子戦の2コース、うん、6回1着ですからね、1の、まあ、1がこう行く行く、うん、1が行く、2がついてくる、2がついてくる、で3も3はこういう感じかな、どうやっていくんだ、まくっていくのかな、うん、4は2のうち、うちに差し、うん、いく、はい、で、5号艇、あれですね、展示結構そう、ね、スタートバーって出てて、バーって出てたね、5番が、まあ、ここの間かな、間ね、まくり差し、はい、まくり差し、6が、で、6、まあ、5と6結構私、なんか展開難しくて、うん、はい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 、はい、よく見るのは、うん、やっぱりみんなが行った後の、はいはいはい、この波の後を打ちに回って、あ、まあ最後にね、そうね、最打ち差しってね、最打ち差し、でもなんか無難に1、2、3、4、お、2点、え、5、3、4、若手なのでっていうのも見ちゃうんですけど、うん、B1 の中でも、はいはいはい、まあ切るとしたら6を切っちゃって、うんうん、はいはいはい、3、4、5かな、3、4、5、はい、その3点で、じゃあこれをどれぐらいずつ買います、はい、買うとしたら、もしでもオッズを見なきゃですよね、そうオッズ的にはね、ここね、もう一緒にもう1、2が、の3、4がね、4倍に 4.3 倍、うわー、で、5番がね、16.9 倍あるから、あー、いくら想定でいきますね、じゃあどれぐらいを、3000円とか、3000円をじゃあ分けるとしたら123、1500円、お、123、1500円、124が 4.3 倍なんで同じぐらい、うん、
もう、もう使い切っちゃったよ、サンデあれあれシンプルバカ出ましたいいじゃん、もうじゃあいいんじゃない1、2、3と4で使い切っちゃったの5、切るって言う5、切るってあ、じゃあ1000と5001、2、5、500円1、2、5、500円オッケー、でもね、締め切ってまあそれでとまあただ、展開的にはじゃあまあ1がリゲって、はい、2が刺して、3がまくりに行くと、はい、でやっぱり声が高めね、うん、間に入って4がね、4はまあ刺しでと、はい、はいはい、2についていく形かな、はいはい、このピースは硬いんじゃないかと思うんでね、うん、まあこれは逆に言うとね、もう初心者という言い方もありますけどね、これは初心者向けレース一緒にがシードなんでね、はいはい、僕これ買うんだったらもう締め切って僕はもうこの1、2の、3、4と1、4で1、4でなんだ、1番がね刺され負けがほとんどないんですよ、1が落とすって、うん、2がちょっと詰まった時に3のせい3番がねこれフライング持ってるのよ、あもう1回やるとね今度は2ヶ月の出場停止になるとちょっと控えめに言うんじゃないかな、うん、で僕はだから1、2の3を100万え、あれちょ軍資金賞じゃないんですか1、2の4を200万、うん、あ、自腹ってことですもんねで、1、4、2を、うん、1回これ 4倍だからね、はい、1、2、3来たら元返しでここも100万ですよこうしたら1700万かこれあとだ1700万夢あるなで夢ある船券でね見ていこうかなと1、4、2はこれね、こういう時に僕ね、うんうん、1のこのオアシさんって今実は女子戦のインコースで今ね8連勝過去10回で9回勝ってるんですよ、そのうちね、はいはい、びっくりする、うん、過去ね、9回勝ってる中あ、1、2が3本、1、3、1本、1、4がね、5本もあるってことはちょっと触れにくいから、うんうんうん、今詰まった時の1、4にこれドタカメね1000万以上の払い戻し2が詰まったとこ後ろのが4が刺してくることですよねそうそうそうでこれただこうなって1、3、2がね意外と少ないんですよ1本しかないだから1と4と2、まあ、3着が3みたいな組み合わせが多いからそうだ、ね、ただやっぱ A 級選手ねここがピッて、まあ、1、2がねじゃないかというと1、2、3より4にしたっていうぐらいで、ね、そう同じ3点だね行くときはどういうこれは長あれになるんですか1がね結構しっかり落として回るみたいでこれ1の大橋選手がねスタートも早いのと負けるときに刺されて負けることの方が少ないんですよ、うんうん、どちらかというとかなり勝つけどまくられて負けることの方が多い、うん、それだったらこうなって、うん、そのときにちょっと一瞬詰まっちゃうのかな、うん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 、でそこに4って言うけどねただね怖いのは、うん、ここがねフライング持ってるでしょ、うん、でもね、うん、これもあると思うんだよねへこんじゃってさ、3が、うん、もう4がまくりに行くっていうところでレースが始まりますあさあ見てみましょう一回レース見て、もう一回これ復習しようそうね、復習しようレースを見た上でどうなったか1,2,4 は200万ピーちゃん5いってるよお、やっぱり5ピーちゃん5いってるよ5いってる、5いってる、5いってる1今くたあー、2、あ、4あれやばくないあれほら、ほら、俺1000万1700万だこれ、ほら、ピーちゃんほら、言ったろ1700、やばい、来た、来た、来た、やばい1700万ちょ、待って、待って、待って待って待ってちょっと大積み大積みやばいやばいやばいあ違う大積み下がってるわ下がってるわ14 2ですね2ですねちょ待って待って待ってこれ来たんじゃないうーわ 13.5 倍ある俺1300やった950万勝ちや一撃950万勝ちやかやめて日高さん日高さんそこは3着で3着でマヤミキさんも言ってた諦めないで諦めなくていいんだよそう万の曲はもうスルーしたらいい勝ってるようななるほど400円いやでも200だ200だやばいこれだといや安いんだよこれだと届いてないこれだと800万になっちゃう届いてる届いてる届いた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 でもいいよこれなピーちゃんも当たるからまたあるピーちゃんも当たるマジか1300万が800万になっちゃったでもやっぱさすがまあ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 いいか780万か一応ねだからさっきみたいに陰が強い人のとこでもね陰の出目を見るの結構大事でこの人が走るときに後ろがどういう形になるなるほどそうだね見てくれたから見事的中よまあまあここはね
誰しもがね好みでしょっていうレースではあったね。まあまあまあ、ちょっと想定外だったのは、うん、2号艇のね、うん、日高選手がまくりに行ったんですよ、うん、っていうのをこれね知ってるかもしれない。位置がやっぱりしっかり落としてもあるんでね、うん、内側は行ってないから位置がトップスタートして、これ多分3も見えてるんですよ日高選手、うん、これねすごい技ですよ。自分が落としすぎるとね、うん、3号艇の波にはまっちゃうと、うん、自分が消えちゃうかもしれないっていうので、ただここからねやっぱ日高先輩のねこの諦めない姿勢、これもうマヤミキさんのこと言って諦めないでって言ったらね、諦めないで本当に諦めない。まあただ高橋選手がちょっと失敗しましたよね。ちょっと 大きく回る。でもすごいですよこの2人、61歳59歳で足して120歳で20代の子を従えてね後ろにね、これは素晴らしかったですね、うん、逆になんでね僕ね女子戦を言うかって女子って選手数が少ないんですよ。全部でやっぱ200人ぐらいしかいないから、うん、実はねみんなね結構多いの B ちゃんみたいに、いや女子戦はちょっと苦手でって言うけど、女子だけで走るレースだと、うん、一種やっぱ癖が出るんですよすごく。特徴とか覚えやすいんです。普段と違う展開になりましたね、うん、やっぱね、ただあれがやっぱベテラン選手で、うん、詰まると思ったから多分こっちに行ったんですよ。なるほど。あそこの半、まあ、1がねトップスタート行ったんで、うん、じゃあ刺そうと思ったけど、あー大橋さん落としてる、このままじゃ3人のね、うんうん、やっぱり引き波にはまるって言うんですよ。波にはまるとねずるっと下がっちゃうから、うん、じゃあここっていうのをこれうまい判断でしょ、うん、最低3人はやられなきゃ、うん、最低2着でしょっていう、うんうん、だから4からしたらもう高橋渥美さんからしたらね、うん、もうありがとうございますと展開だったんですけど、まあしぶとかったね、嫌だねこれまあレースだからいいんだけどね、これほんとね車だったら今煽り運転ですよね後ろからねプレッシャーかけてねこれね、買い方って難しいんですよ、うん、ただ今ので結局ここが 3.9 倍ね、はい、だから払い戻しがまあ3900じゃないですか、うん、これね、全部で3000円じゃないですか、はい、これ実はね、今ね 1,2 の、これ1,2 しかないですよ、ピーちゃん、はい、1,2 の2連単って 1.7 倍あるのよ、はいはい、これを3000円向かってるじゃないですか、うん、じゃあ、かける3000こっちの方がそういいんだ、戻りが5100円っていうことはピーちゃん当たってるのに、うん、ってことになるのよ、損したみたいな。だから結構ね買い方って2連単とか見てた方がいいんですよ。2連単とか全く見てない。そう、逆に言うとこの5000円をね超える目って、多分今のピーちゃんの目だと5が来ない限り500円のところで、うんうん、これが 17.1 倍あったんで、うん、これが来ると5,1,5,538高いんですよ、うん、逆に言うとここしかなかった、うん、連帯の高い目が。そんなの踏まえながらね、はい、また次のレースにね、はい、行ってみてみましょうかね、はい、これが何の数字でしょうか。わかりますよ、もう私、うん、イン逃げ率、そう、琵琶湖の、あ、すごいじゃん仕込んだ私、わかってますせみたいな顔したのがちょっとピラッとしてましたね、向こう向いてましたね、はい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 。つまりねボートって基本的にはだいたい琵琶湖の場合6割ぐらい位置が勝つわけよ。まずイン逃げするかどうかを見ていくってことですね。 そこがまず軸にはなりますよね。ここのね、そうこれ難しいのがまだインコースを選手になって6回しか走ってないの、うん、あ、そのうち1で勝ったのが1回、まあ、不安ですよね、うん、これやっぱりまだ若手の選手で最近インに入り始めました、うん、ただしじゃあその松尾さん最近ね、去年で言うと8月以降の成績が3着2着4着6着混合戦も含めて、うん、っていうことはちょっと今回はさっきはね、大橋さんの女子戦の最近の1着が 80% 超えてたのに対して、うん、ちょっと1がじゃあ負けそうかなっていうところから、そうですね、1が勝つときは1の出目を見る、1が負けるときはじゃあどういう負け方してるんだろうって。なるほど。やっぱりね、やっぱり慣れてないでしょ、ほとんど遅れてまくられてるの。まくりなんだ。あ、スタートがもう。そう。遅れちゃってってこと。いうことはこういうところからが軸になるのかなって考える。で、6号艇がね、まず新人のね、松田選手っていうね。とにかくまず1が逃げるか。そうそう、1が逃げるかどうか。負けるときがどうなのかってことですね。ボートの基本的な動きはまあ全部が揃ってた。基本1が逃げる、2は刺します、3は
まあ、この間が空いてたらまくり出し丸、まあ、まくりかまくり出し、まあ、ここに行ったとすると4もね基本的にこの刺しなんですよ。2番刺しとか2も刺して4も刺す。で5はまあここがね間に行ってるんだったら5は外行って6はもう仕方ないから最後に一番内側を刺す。これが基本的な展開なんです。こういう基本の展開からじゃあ今回はどうしましょうで、ピーちゃんの展開で言うとここで言うと1が遅れそうじゃん、うん、ってことは展開が普段と違うよね。いや、そうですね。ってことはやっぱ2がまくっていくね。2が行く、うん、行く、うん、1が遅れてる、そう刺す、まくり出し、かっこいいね、まくり出し。4は多分ここ内は入れないんで、うんうん、多分この辺かな、まあ、うん、これね、合ってると思う。1が遅れた時はそういう展開になりそうよね、うん、ここにまあ、4がこう外行くんだったら外か間かね、もしくはこっちもあるこっちもあるこれ差し5が外行くんだったらまあこの間もあるけどね、うん、結局6はここの G マムが仕方なくて、だから6コースってよくねもう展開待ちって言うんですよ。よくよっぽど誰かがそう遅れてくれたりしないとなかなか勝ちづらいコース。1着率 1.9%、2着率 7.3%、 3着率 15.3%、 ほぼほぼ誰が走っても4回中3回も着には絡みませんってことだね。言うとやっぱ6コースはこういう誰かが遅れてもらったり、もしくはスタートでね、こうやってじゃあ今度は1もだけ2も遅れて、じゃあ3も遅れて4がまくっていく、よしそうしたら5と6しかいないよねっていう展開にならないとなかなか出番はない。でもさ、これでピーちゃん、おのずと買い目は見えてくるんじゃない。だって1が遅れるとしたら、ね、ここで遅れててこうっていうとどういう展開でしょうって言って、そっからオーズとか見るね、うんはい、ここの補足情報とすると実はね一周タイムは5号艇の唯一の A1 レース原田由美さんいいんだけど朝もね5着か6着、よくないのよこれ。3コースから人気、うんうん、6着よ、ってことはあんまり良くないんじゃないかなとも思ってる。確かに4号艇の孫崎選手、はい、前節ね、うん、これ琵琶湖のエース級のやつなんだ、いいエンジン、あ、いいだから急別じゃなくてエンジンで言うとこれ4がいい、これは難しいぞ。ピーちゃんが考えてた買い目で言うと2がまくって3が刺すから2か3、うん、で後ろが1がいないから4とか5、一応ピーちゃんが1が遅れたとした展開だったらこういうことだよね、はい、これだと4点、うん、で一つエンジンがいいのがまあここ、うん、で選抜メンバー、うん、そうでそこの絡みをどうするかね。例えばさ3がもう2頭だけにしちゃって3が入れない、うん、でいいエンジン4が来るって言ったら、うん、もうこういう2頭だけにしたら4号とかね、あさらに広くしたら2から差し5差し5、ただね、うんうん、ここで問題があるのよ、うん、当たりが1点しかないね。そうですよね。そうこれだとね4点だからこれねオーズ的にもね結構いいよ、うん、こっからオーズを見ていきましょうと。なるほど、これ高い234だとやっぱ10倍しかないよ。裏返ったら3人になったら高い、でもやっぱ3人の4が15倍、うんうん、1が遅れる、でもどうする1頑張っちゃったら、いや1頑張っちゃったら高いよ、しょうがないですよもうそれ、しょうがない、うん、もうじゃあこの今回松尾さん1回休みと、はい、4号の3だね、うんうんうん、さっきのメリットがないと、うんそうだ、2を逆転するなら3っていう、そう3かなっていうイメージね。さあどうなるのか、まずはうちの船がいいスタート、あでも1が、あでもあ1が1が踏ん張ってる、踏ん張ってる、踏ん張った、ほら1が頑張った、頑張っちゃった1が、あ1頑張っちゃった、初のイン逃げだよ、頑張っちゃった、初のイン逃げだよ、これはもう確定ですね。これ初めてインが勝っちゃったよひょっとしたらこっちの可能性、じゃあインが行けた時、じゃあこれ3がね出てない、5も出てないって言うんだったら1が勝つ可能性あるんじゃないっていうところもやっぱボートのね面白みで、これの方が高いのよ、スタート行けばっていうところですね、これが高いのよ。じゃあちょっと1のオッズを見てみようか、ね、すごい結果は143ですね、143これやばい、鼻血が出るようなオッズになって、地温は売れてないだろうな、出ました、ほらすごいすごいすごい、ね、ね、で言うとね、また追い風なのよ、追い風の方がね、遅れにくいよね、後ろから風が押してくれるから、うんうんうん、
一応頑張りましたよ。でちょっと早いけどちょっと落としたけど周り見て行ってたね。5号店これほら巻く、そう行こうとしたけどあー詰まっちゃった、うん、これはねさっきはこういうの嫌だったからまた詰まらずに日高選手はそのまままくりってね、うん、ケーブ取った。やっぱこっからエンジンがね違うとグググッと来てね。いやもう来てますね。来てる。であーどうかなって言うけど波の中をね回れるのがこれやっぱ女子、うん、女子なんだ。これ男子選手がやるともう波の中ってカッてね下がっちゃうから。これこの孫崎さんもね読んでめちゃくちゃ出てる。そうでしょ。でこれを見とけば変えるのよ、うん、今日も出てるし初日2日も出てたから、うん、っていうとじゃあただねやっぱりね一番目につくのがこの選抜の証よ、うん、A1 だ A2 だっていうのが売れるからそこがやっぱね、うん、ポイントなのよ、うん、ここで言うと B1 で入ってね、うん、3着が A2、うん、これでやっぱついたんですよ、うん、ただこれが初日だと難しいかもしれないけど、うん、もう初日2日走った後もね、うん、それを見てるとあこういうの狙い目じゃないかなと、うん、今日の琵琶湖を見てみるそらピーちゃん見て4レース以外全部1が勝ってる、うん、っていうことはここも勝つんじゃないかというような予想もできた。 あ今日はすごいんが強いと4レースの21以外はなんと全部1が勝ってます。本当だ。しかも2と4めっちゃ絡んでます。そう逆に言うとね今日ね、うん、5と61回も絡んでる。うん絡んでない。じゃあ最後ちょっと分かりやすく、はい、その曽根さん流のじゃあ船券のその予想の仕方、うん、見方とイン逃げ率1コースのインが勝つかね、はい、インが勝つかここが勝つかどうか1が勝つかどうか、うんうん、を見る見る、うん、こっちは負けの目だからこれは間違ってないのよ、うんうん、だから僕が言いたいことは両方買わない方がいい、うんうん、さらに広くなる、うんうん、それでも外れることはあるから、うんうん、じゃあ出目が出ました。展示見て落ちるのそれさんにまとめてもらう絶対どっちの方がいいよどっちも大事よ。だから自分がだから展示とか見てから予想をねして、うん、それに見合うオッズがあるかどうか、うん、つまり言うとピーちゃんはそうなりそうデータ的に道を触れそう、うん、でこうなりそうでもここがね安いんですよ、うんうん、そうなった時にじゃあいいやとここが安いんだったらどうせ来てもいい、うん、安いんだもんって、うん、じゃあインから高いのといいこうってなると、うん65でしょ、うん、一番いいエンジンが2着で、うん、1から一番勝ちやすいインコース、うん、一番いいエンジンの4、うん、それプラス今日の出目を見るもう7レース、うん、5と6引く1個も変わる、うん、じゃあ5、6来ないんだったら広くしても6点、うん、60倍、うん、美味しい、ね、美味しい。そうあとね当てに行かないこと。あでもこれ当てたいと1も買っちゃうもんこれ。で買ったら当たったかもしれないよ、うん、そしたら両方外れたかもしれない。そうですね。そう、うんだから、うん、どっちかっていう方がいい、うん、両方買おうって思うときは逆にやめて違うレース買った方がいいもんね。なんか1日目から追うの大事だなってこの間思いました。素晴らしい。今も1日目から追っててもう名言ですよ本当にそう初日ってあんまり買いづらいけど見てないと分かんないね、うん、分かんない。でもこういうのをしたかったです私は。よかった本当、うん、やっぱり自分で勉強してても分かんないところいっぱいあるので、うん、やっぱり女子選手少ないんでね、はい、ここはね、まあ、男好きなのは分かりますけど、はい、ちょっと女子選手もねそこをなんとかね目を向けたいと思います。目を向けてください。ソレさんお時間ありがとうございました、はい、ありがとうございました。またぜひちょっと、はい、もっと多分奥深いと思うので、ね、今日多分喋りきれてないですよ ね、 ねこの後ピーちゃんのオムライスをね食べてグッドボタンとチャンネル登録、はい、よろしくお願いします。また見てねー。